サイバーネティクスです。昨日、ドリームセルフのね、バージョン2をアップしたんですけど、作ってるね、最中に、ああ、この曲、やっぱりいい曲だなっていうふうに、ちょっと再認識をしておりまして、で、まあちょっと紹介動画が撮りたくなってしまったというところが本音なんですけれども、先週か、もうしばらく撮らないよなんて言ってたのに、ちょっと嘘になっちゃって申し訳ないですけど、ちょっと撮りたくなってしまいました。で、ちょっと今日はこのドリーム、平方明子さんのドリームセルフをちょっと紹介したいなというふうに思っています。じゃあちょっとね、いつも通り、まず全体を見ていただきましょう。トラックスはね、そんなに多くないです。で、実際ね、重ねてる、トラックもあるので、楽器数もね、実際これそんなに多くないんですね。ピアノがね、何種類かに分かれてますけど、それでよりトラック数がちょっと多くなってるぐらいで、もしね、エフェクトの具合とかね、音色の具合をちょっと若干変えれるんだったら、ピアノは2トラックぐらいでもいけるのかなっていう気はします。じゃあ、まずいつも通りリズムから。これはバスかな。バスですね。で、これがハイハット。ハットですね。オープンとクローズが、右と左で分かれています。同じパターンが続きますね、基本は。で、これはね、ヒット音と一緒になっているスネアですね。こんな感じになります。で、これはリバースシンバルかな。リバースシンバルですね。で、シンバルとスパーンという、朝倉さんがよく使う音が入っています。あとは、こっからスネアが入ってくるのかな。スネアが入ってきますね。あとは同じパターンか。リズムは、イントロはね、こんな感じです。これは、バッキングのピアノ。こんな感じ。で、これも重ねているピアノ。今と同じフレーズです。これ原曲聴いてもらうとね、わかるんですけど、明るいのになんかちょっとこもってるような音色なんですね、ピアノの。なんでちょっとその雰囲気を出したくて、この2つを混ぜています。ちょっと2つ混ぜて聴いてもらいます。こんな感じになりますね。なんで、アタック強めの明るい音色はトリニティに、任せて、で、ちょっとこもった感じの部分は、EX5 で補強しているという感じになります。これはね、もう一つのピアノかな。ですね。になります。で、これはシーケンスフレーズか。シーケンスフレーズですね。で、そんなもんかな。あとは、これは、ベースか。ベースはね、2つ確か重ねてます。どちらかというと、このシンセベースの方が原曲に近い感じの音で、トリニティのこのベースの音は、低音を補強するために入れているという感じになります。これはベル？いや、違うな。これギターだな。ギターですね。ギターは16。このね、ちょっとディストーションがよく効いた感じの
音色と2つ混ぜている感じになります。はい、でこれはベルかな。これは、途中から入ってきますけど、基本的にはあのさっきの2個目のピアノのフレーズを、なぞっている、ユニゾンで鳴ってるような感じだと思っていただいて大丈夫だと思います。でこれがヒット音かな。これが1個目のヒット音トラック、うん、ですね。はい、でこれが2つ目の、これが一番メインのヒット音トラックかな。このこっちの最初にお聞かせしたヒットオントラックは、リバーブも浅めです、かなり。でもう一つのヒットオンの方は、まず音色自体にディレイをかけています。で、それにさらに、原曲に近くなるように、ディレイの感じを、打ち込みで再現をしているという感じになります。これはね、ディレイのエフェクトでやっても良かったんですけど、一発目センター、次左右センター左っていう風にディレイが、こうパンがこう変わって定位が変わっていくので、それをエフェクターでちょっと処理することができないので、トリニティのやつは。なので今回は打ち込みで、パンを、定位を変えつつ、エクスプレッションコマンドで、減衰をさせてディレイの感じを出している、擬似的に出しているという感じになります。で、なって表面上で、実際に全トラック鳴らした時には、細かいそのオリジナルの音色にかけているディレイのエフェクターの、ディレイの感じはあまり出ないようには、調整はしています。こんな感じですね。じゃあちょっとイントロだけまず聞いていただきたいと思います。こんな感じですね。結構ね、ピアノがまあ2トラックなってるっていうのもあるんですけど、軽やかなね、フレーズというかメロディーラインの割にはしっかりと重いサウンドになっているっていう印象はあります。はい、じゃあ次、一発目のサビ、イントロ後のサビですね。はい、これはリズムをまず聞いていただきましょうか。これハンドクラップですね。バスドラ、ハイハット、スネア、タンバリン、シンバル と、スパーンという朝倉さんがよく使う音ですね。だいたい基本フレーズは、まあイントロからそんなに大きく変わらないかなというふうに思っています。じゃあちょっと、サビだけ、サビのリズムだけをまず聞いていただきたいと思います。こんな感じですね。はい、じゃあちょっと次、上物ピアノ、フレーズとしてもさっきと同じです。これも重ねてるピアノ、同じですね。ベース、うん、ギターイントロとね、ほとんど変わらないです。ここも一緒です。ここのヒット音も変わらない。
これ単体で聞くとね、ちょっとディレイがくどいかなって思われるかもしれないですけど、途中でプスって途切れるよりは、私はこの方が全体に馴染んだ時がこれぐらいが好みなので、こういう感じにしています。シーケンスフレーズも、うん、さっきと変わらないですね。はい、まあ、基本的には、イントロの延長線上っていう感じで考えていただいて大丈夫だと思います。じゃあ、イントロ後のサビ聞いてもらいます。感じですね。じゃあ次、サビ後の感想いきたいと思います。リズムはね、もうほぼ変わらない、ほぼというか全然変わらないかな。ちょっとまとめて聞いてもらいましょうか。これはピアノ、ほぼほぼ一緒ですね。もうずっと同じフレーズが続く感じになります。まあ鳴ってる音階はねもちろん違いますけど、基本パターンは同じだと思っていてもらって大丈夫だと思います。ベースに関してはこれギター、これはピアノですね。これが、3つ目のピアノですね。はい、感じになります。これとね、このトラックとこのトラックはまあ一緒にしてしまってもいいかなとも思うんですけど、まあちょっと音量の関係だったりリバーブの関係だったりっていうのがちょっと微妙にここは色が違うなっていう風に感じたので、あえて別トラックにしています。今回はまあトラック数にね余裕があったっていうところも実際のところではあるんですけれども、じゃあ感想まとめて聞いていただきます。こんな感じになります。じゃあ A メロ、まあ基本パターンはねリズム変わらないです。なのでリズムちょっと前半だけまとめて、サビとね唯一違うのがもう綺麗な4つ打ちバスラガになっているっていうところだけかなというふうに思います。あとのハイハットのパターンとかっていうのはもう基本ずっと同じですね。ベース、はい、ピアノ、重ねてるピアノ、で、
シーケンスフレーズ、このフレーズがずっと続く感じですね。なんで A メロはもうシーケンスフレーズとピアノとあとベースだけかな。あとたまにねベルが入ってくるかな。これがベルかな。うんですね。じゃあちょっと A メロだけ聞いてもらいましょう。シンプルですね、本当に。やっぱりピアノがね、重ために作ってあるので、そんなに楽器数、上物の楽器数が多くないんですけど、重厚に感じます。はい。じゃあ次 B メロ。B メロはね、リズムもそんなに変わらないかな。うん。じゃあちょっとリズムだけ。こんな感じですね。はい。じゃあ次は上物。ベース。ギターか。ベルかな。ギターだった。リードギターですね。はい。これがベルかな。こんな感じで、A メロから、シーケンスフレーズを除いてギターが入ってくるっていうようなイメージでいてもらっていいと思います。じゃあちょっとね、この B メロを流してみたいと思います。感じですね。はい。でサビに行きます。でサビも基本的にはイントロ後のサビと変わらないです。何も変わらないなのでここはちょっとサビだけ聞いてもらいますけど、まああまり意味ないかな。まあいいか。
変わらないです。で、サビが終わったらまた間奏。間奏も同じ。で、A メロ。A メロはね、半分になっています。短くなっています。で、B メロが来て、サビ。ここのサビも、半分になっています。短くなっています。で、その後のこの間奏部分ですね。ここはね、若干リズムパターンはちょっと違ってくるかもしれないな。ちょっとリズムだけ流しますね。前半に、スネアがない感じで、まあ、朝倉さんらしい感想の入り方かなというふうに思います。はい。じゃあ、次、ピアノ。まあ、ここもね、基本的には変わらない。フレーズも変わらない。うん。ですね。で、ここは、後半以外はベースは入ってこないので、ギターですね。ギターのフレーズも同じですね。おっと。うん。これはベルかな。これはヒット音。うん。これもヒット音も変わらないです。で、これはピアノのセンターで鳴ってるやつか。うん。ですね。で、シーケンスフレーズがあってという感じになります。じゃあちょっとこの間奏のまずギターソロが入る前の間奏の部分を聞いてもらいたいと思います。はい、でここからがギターソロが入ってきます。ギターソロがね、入る以外はね、ほとんど他のフレーズの流用なんですよね。まあ、リズムだけちょっと鳴らしますけど。うん。ね。ここも。うん。流用ですね。ベースも。で、このギターソロのところが違うだけかな。違うっていうか、まあ、新規で入ってくるトラックっていう感じなのかな。こんな感じですね。はい。ね、この曲、まあ、今までね、見てもらって聴いてもらって大体もう皆さん想像がついてるかなと思うんですけど、基本的な、A メロ B メロサビ間奏っていうののパターンがもう忠実に、ほぼ忠実に繰り返される感じなので、一回そのパターンを作ってしまえばね、あとはコピペでほぼほぼいけて、でちょっとリズムをね、抜いてあげたりとかするだけで感想ができてしまったりするので、まあギターソロはちょっと別ですけど、
比較的時間がかからずに作れるんじゃないかなというふうにも思います。じゃあちょっとね、間奏、ギターソロ入りのところ聞いてもらいます。こんな感じですね。はい。で、サビが、繰り返されて、で、あとは、アウトロ、フェードアウト。で、フェードアウトのところは、ピアノのフレーズとギターソロが入ってきます。ちょっとそこだけお聞かせしましょうかね。あとは基本フレーズは、サビと同じです。感じでね、ちょっと今までに使われてなかったフレーズっていうのがちょいちょい出てきます。ただ基本フレーズは同じなので、あまりそんなに聞き取りづらいっていう感じもしないとは思います。ギターソロの方が面倒かな。感じでギターソロが入っています。聞き取れないところが多かったので、まあ一発目バージョン1というか、一番最初に作った時はもう聞き取る気がなかったんでしょうね。ほとんど間違ってましたけど、まあ間違ってたというかね、あの時はもう雰囲気に合わせて適当に弾いただけだったので、今回はまあ聞き取れる範囲で割と真面目に採譜はしてるかなというふうに思います。じゃあ、アウトロの部分ですね、ちょっと聞いてもらいましょう。MIDI データはいつも通りこんな感じでぶった切ってます。はい。で、フェードアウトはだいたいこの辺からしてるかなーっていう感じで聞こえたので、この辺からフェードアウトをさせています。一度オーディオデータにしてからオーディオデータをフェードアウトといういつもの流れになります。はい。まあね、駆け足でご説明しましたけれども、まあ、駆け足でね、説明しても、この曲は割とこう、どんな風に構成されてんだなっていうのが、パーツごとにね、結構はっきりしてるっていうのと、同じパートの基本フレーズ、まあ、リズムはもちろんそうですけど、あとベースと、バッキングのピアノの、音色っていうのがずっと鳴り続けているので、曲の雰囲気がね、途中でガラッと変わらずに、そのまま作り続けられるっていうのも、一つ作りやすさのポイントじゃないかなというふうに思います。一番ね、困るのは多分ヒット音かなっていう感じはします。まあ、アクセスのね、スキャンダラスブルーだったりとか、TMN の一途な恋で使われてるような、ベンドヒット音っていう言い方が一番しっくりくるのかな。ヒット音がちょっと
ベンドでちょっと最後下がるような音、音色なんですけど、これ作るのはね非常に難しかった、私は難しかったので、これもしね、あの似た音色がない時はちょっとあのきつい、辛いかなと思うんですけど、もしね似た音色がなければ、あのヒット音と、ブラスのね音を混ぜて、でブラスの方をね、あのピッチベンドで最後お尻をちょっと下げてあげるだけでも多分雰囲気が出るのかなというふうに思いますんで、まあただその場合ディレイ処理がちょっとめんどくさいことにはなるかなとも思いますけど、はい。なのでまあこのヒット音のところだけなんとかできればこの曲は結構雰囲気が簡単に出せる曲なんじゃないかなというふうには思います。私のこの打ち込みが雰囲気が出てるかどうかっていうのはちょっと微妙ですけど、はい、あの他の方がやればもっと雰囲気がちゃんと出るんじゃないかなというふうには思います。はいですね。で、こんなところかな。この曲でね難しいところは多分人音だろうなというふうには思ってますね、個人的には。うん、はい。なんかあれですよね、最後になんか最近喋んなきゃなって思っててまあ無理してね喋らなくてもいいかなとも思ってるんですけど、まあ、ちょっとねあのこの曲の話になっちゃいますけど、この曲をね改めてちょっとバージョン2を作ろうかなって思ってた時にね、歌詞もねちょっと改めて聞いてたら、あの歌詞もねすごいいい歌詞なんだなっていうふうには改めて思って、ちょっと昨日は打ち込みをしてる途中でちょっと聞き入ってしまったんですけど、で意外とこの曲好きな方って多くて、まあ私も好きですし本当にいい曲だなと思うんですけど、なんかポップさの中にもこうちょっと切ない感じもまあメロディーの中にもね散りばめられてたりとか、あとはそれが歌詞にもね表現されたりとかしてて、もうちょっとねこう有名になってもよかった曲なんじゃないかななんてちょっと思ったりも改めてしたりしています。はい。あとはね、先日ねマリス・ミゼルのねオルボワールと、イルミナティ、イルミナティはシングルバージョンの方ですけどを打ち込みをしてみました。なかなかね難しかったんですけれども、まあオルボワールはオルボワールでギターのコードがちょっとよくわからないところがちょっといくつかあったのと、あとはピアノのフレーズがちょっと聞き取りづらいところがあったので、ちょっとそこに苦労したかなっていう感じと、あとはドラムのね音色がちょっと特徴的なものもいくつかあって、それもちょっとまあ基本生音なので、まあその場でねいろいろ調整されて生音の場合はね作られてるんで、まあシンセサイザー、昔のシンセサイザーでそういう音をね再現するのってちょっとなかなかやっぱり難しいかなとはいつも思ってるんですけど、やはりちょっと難しくは感じました。でイルミナティに関してはねまあオルボワールとはね作曲者が違うので、そもそも曲調も全然違うんですけれども、まあ、あの頃のマリス・ミゼルの中ではこう一番こうデジタル色、打ち込み色が強い曲かなというふうに個人的に思ってて、ね、収録されてるアルバムの中でもその2曲が好きなんですけど、やっぱりイルミナティの方が個人的にはどうしても好みな曲調にはなってしまいます。
オルボワールの方がいい曲だなと思うんですけど、好みの曲は、イルミナティかなというふうに思っていて、なんでまあその2曲を選んだんですけども、あのアルバムの中から、うん、でね、こう面白いっていう言い方変なんですけど、意外だったのが、結構ね、2曲を打ち込んだ時にそんなに反応ないだろうなって思ってたんですよ、内心。やっぱりね、小室さんと朝倉さんの曲が多い中で、チャンネル登録とかねしてくださってる方とか、もちろんチャンネル登録せずに聞いてくださってる方も、やはりそういうコンテンツが多いっていう認識のもとで聞いていただいてると思ってるので、マリスっていう風になるかなって思ってたんですけど、意外とね、やっぱり聞いてくださってる方、同年代同世代の方が多いのかな、懐かしいっていう声をね、結構いただいて、それは YouTube 以外でもそうなんですけど、僕のね、個人的な友人なんかも電話してきたりして、なんて懐かしいの打ち込んでるんやっていう話をね、してきたりしてましたけれども、やっぱり同世代の方にこう聞いていただけると、やっぱりその当時のね、情景っていうのが皆さんやっぱり出てきて、それをねこう思わず書いて、コメントにね書いてくださったりすると、やっぱり同世代ならではのその近しい感覚っていうのがあって、私も懐かしい気持ちにもなりますし、まあもちろんね、打ち込んでる最中でもすでにもう懐かしいんですけれども、なんかそういうリアルな情景っていうのをね、教えていただけると、さらになんかこう懐かしさが増すなって、ああ私の周りもそうだったなとか、なんかそういうふうに思えたりとかして、なんかすごいいい反応というか、懐かしんでもらえたのがすごい純粋に嬉しかったなというふうには思っていて、なんで打ち込む前はね、ちょっと雰囲気出せないだろうなとかっていう、ちょっと後ろ向きな気持ちの方がね、マリスの曲を取り組む前は多かったんですけれども、実際打ち込んだ後はね、その出来はどうであれ、皆さんのね、そういう声がを聞かせていただけたことが、なんか何より嬉しかったかなというふうには思っています。はい、最近のね、トピックじゃないですけどね、はそんなもんかな。うん、あとなんか別に特別なことをやってるわけでもないしな。うん、なんでね、まあ今日はね、たまたま時間がまた思いがけず撮れてしまったので、紹介動画ね撮りましたけれども、また時間があって、気が向いた時には撮りたいなというふうには思っています。多分ね、撮るタイミングって、まあ今までもほとんどそうですけど、大体バージョン2作った後なんですよね。うん、なんかバージョン2を作って、まあブラッシュアップして、うん、ああこれでなんかやっと紹介動画に上げられるぐらいかなっていう風な感じだったら、なんか上げてみようかなっていう風にいつも思ってしまうので、うん、まああんまりね、バージョン2になってもクオリティ上がってないやつもありますけれども、うん、まあその辺はね、まあいつも通り、まあサイバネティクスクオリティだなって思いながら聞いていただいて、はい、またご意見などいただけると幸いでございます。はい、じゃあまたね、紹介動画もそうですけど、耳コピもね、続けていきたいなというふうに思いますので、また聞いていただけると嬉しいです。はい、じゃあサイバネティクスでした。